ようこそ手塚様全巻チャンネルの何がしてございます。今回は前回の続き、ジャングル大帝の凄さを語っていきます。前回の動画ではあらすじ、テレビアニメ、マスコット、キャラクターなどについて、ご紹介しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。さて、このジャングル大帝ですが、1950年の作品で、今から70年も前の漫画なんですが、連載開始と同時にですね、世の中の常識をひっくり返してしまうんですね。見たこともない面白さ、そして心地よいリズム感、漫画から音楽が聞こえてきそうな荘厳さとスケール感、これまでに感じたことのない壮大なロマンをですね、このまだ漫画という文化が成熟していない時代にですね、漫画を読む楽しさ、ページをめくる快感、漫画という娯楽をですね、日本国民に突きつけた伝説の作品になっていくんですね。同時に手塚治虫という新人漫画家を本格的に世に知らしめた作品となっております。ではですね、なぜそれほどまでにこのジャングル大帝が人々を魅了してきたのかというのを今回はご紹介していきますね。ジャングル大帝のね、醍醐味ともいえるポイントというのは、手塚先生の描くこのキャラクターですね、動物ですね。まあなんといってもですね、キャラクターがもう可愛いです。もうほんとね、動物の描き方というのがもう秀逸だと思います。今ではね、皆さん何の抵抗もなく動物漫画というのを見ていますけれども、そもそも二足歩行で動く、歩く動物ってありえないですからね。漫画とはいえですね、ありえないことをあり得るように描いていくということはですね、非常に高度なテクニックを必要とします。ジャングル大帝以前にもですね、野良黒という野良犬を主人公にした漫画があるんですけれども、はっきり言ってね、気持ち悪くないですか。田川水宝さん、ごめんなさい、悪気はないんですけれども、動物漫画の真骨頂というのはですね、動物の動作や癖を出しつつ人間っぽさを表現していくというところにあるんですけれども、そのさじ加減というのが手塚先生はもう超絶妙なんですよね。これらがミックスされたデザインだからこそ、手塚先生の描く動物というのは可愛らしくて、愛らしくて、そして親しみがあって、誰からも愛されるデザインになっているということなんですね。これはですね、ディズニー作品からヒントを得ており、自身でも語っているようにですね、ディズニーの影響を色濃く受けておりまして、あのバンビを100回以上見たという変態的な逸話は超有名となっております。これらを踏まえて、手塚タッチというのは線のタッチが非常に柔らかくですね、滑らかで曲線が狂おしいほどまでに美しいんですね。とてもアフリカ最強の肉食獣を描いているとは思えないほどのタッチなんです。何気ないことなんですけれども、これってすさまじい技術なんですね。説明できない得体の知れない魅力、胸の内からこう込み上げてくるような興奮というのはね、もう当時の人たちはこの新時代の画力に打ち震えたわけですよ。なんせ今までね、野良黒みたいな絵しかなかったですからね。田川さん、本当申し訳ないですけども、そんな時代にですね、この凄まじいまでのキャラクターがもう出てくるわけですから、もうみんな飛びついちゃいますよね。当時はもうみんな本当にね、この手塚タッチにやられちゃったわけです。この多くの人々を魅了させた手塚治虫の絵の魅力の秘密というのはですね、ディズニー作品からヒントを得ている球ですね、円を意識しているからなんですね。キャラクターの体をですね、こう分解していった時に最後に球が残ると、円が残るということですね。言い換えれば、円の組み合わせで手塚たちのキャラクターというのが、絵が成り立っているということですね。顔の造形も円ですし、物体の運動も円、全てが円が中心になっているということです。まさに手塚作品のタッチは丸く円運動が基本になっているということですね。ではなぜ手塚先生がここまで円にこだわりを見せているのか。これはですね、世の中にあるものは全て円が基調、僕のデザインは全部丸から発想されると語っているところからですね、読み解くことができます。つまりですね、円とか丸とかっていうのはね、生命の根源のデザインなんですね。赤ちゃんって丸いじゃないですか。
無垢な生命っていうのは、まあ、丸いんですよね。赤ちゃんは最も神様に近い生き物と言われていて、まあ、とにかく丸いですよね。そしてその赤ちゃんが飲むおっぱいも丸いですし、生物として自然に丸いものを欲しているということなんですね。自然物も全部丸です。水も水の分子も丸いですし、太陽もこの地球も丸いです。丸こそは生命の象徴であると。愛を育んでくれるものこそが丸、そして人は丸に安心感を寄せると、こういうね、生命の根源原理というものをね、手塚先生は意識してデザインしているというわけです。人間には決して、作れないデザイン、それが、球であると、丸ということですね。その完璧な丸にいかに近づくことができるかというのが究極のデザインであり、この丸の秘密こそが手塚キャラクターが見る人々を魅了する秘密であると、言えるんじゃないでしょうか。そして手塚治虫の凄まじさを物語るエピソードとしてですね、手塚先生はなんとフリーハンドでコンパスより丸い円を描けたそうなんですね。コンパスなんぞ使わなくても完璧な円を描けた特殊な才能を持っていました。これはドーベルマンという作品に手塚先生がフリーハンドで描いた絵が記載されております。どうですか、これもう凄まじいまでの特殊技能ですよね。晩年手塚先生は円が描けないと言ってひどく悩む時期があります。とにかく円が描けないんだそうです。最初はですね、勢いがついていていいんですけれども、振り下ろしてきたペン先がうまくくるんってならないんですって。これをですね、もう信じられないぐらいめちゃくちゃ悩んでるんですよ。ですがですね、ある意味これこそが手塚治虫なんですね。やはり手塚先生にとって丸というのは一種のバロメーターであり、これが描けないと、絵にならないんでしょうね。本当に描けない、嫌になると漏らしているようにですね、この丸こそが手塚治虫の原点であり、手塚治虫たらしめた創作の秘密であることは間違いありません。手塚治虫先生本人も語っているように、調子がいい時というのはもう恐ろしいまでのスピードで書き上げるぐらいペンが走りまくるんですって。それはですね、もうアシスタントや編集の方がもう口を揃えてですね、信じられないと驚くぐらいのスピードなんです。普通週刊連載というのは20ページぐらいなんですけれども、手塚先生はそれをもうなんと1日で書いちゃったりね、もう本当に凄まじいまでのスピードです。この手のね、もう手塚先生のとんでもエピソードっていうのはね、もうマジで死ぬほどあるんですけど、長くなるんで今回はもうやめておきます。この乗っている時のね、ペンさばきがね、漫画表現にも現れているからこそ、手塚漫画というのはこのスピード感と迫力が尋常じゃないんですね。まさに絵が、動き回っているイメージですね。躍動感が半端じゃないんですよ。この頃の手塚作品というのはもう本当、何と言いますか、小回りの中で、キャラが踊っているイメージですね。もう今にも飛び出してきそうな疾走感が感じられるんですよ。その曲線美たるや愛くるしさと普遍的な美しさとかがもうこう共存したですね、シンプルでいて究極のタッチなんですよね。当時はみんなこの手塚タッチにやられですね、世の中は手塚タッチだらけになっていきます。藤子不二雄先生も石ノ森章太郎先生も、まあ今のレジェンド漫画たちの多くがですね、もう最初はほとんど手塚タッチですからね。もういかにこの手塚タッチが日本中を駆け巡ったかというのが分かります。しかし残念ながら高度経済成長期に入ると、漫画も一般化してくるようになってきて、劇画タッチというものが台頭してくるんですね。そうなるとリアルな描写が世間で受け入れられたり、巨大ロボットなどに代表される直線の時代になったことで、円運動が否定される時代がやってくるんですね。そうなると手塚先生はもうとんでもなく大スランプに陥るわけですけれども、この時代の流れというのもね、ある種時代を築いた宿命でもあるんですけれども、自ら作り上げた漫画表現というものを新しい勢力によって駆逐されていく苦悩といいますか、
とにかく手塚先生はですね、この丸を基調として、生命のリアリティというものを絵に落とし込んだんですね。そして手塚先生は丸で生命のリアリティを描くことで、手塚作品を立体的に構築していったということです。そして、手塚先生はですね、この生命のリアリティ以外にもですね、漫画的表現というものにも深いこだわりを見せていました。動物が立って歩くとかね、服を着て二足歩行しているような今まで見たことのない世界、非現実的な世界をですね、小説や文字では想像させることが難しい分野を漫画という視覚効果によって表現することに強くこだわりを持っていたんですね。漫画の持つ独自の世界観というものを常に意識していたということです。この世界観というものも非常に大事にされている作家なんですが、だからといって絵が上手くないといけないとは一言も言ってないんですね。むしろ手塚先生というのは漫画は全く絵が描けなくてもいいと言ってます。デッサンや技術論ではなくですね、落書きみたいなものでいいと言ってるわけですね。まあ、それこそが漫画であると。ここにも手塚先生のこだわりがありまして、手塚作品の特徴としまして骨格を無視したデザインというのがあります。手や足が伸びたり縮んだり、背が大きくなったり小さくなったり、今でこそ当たり前なんですけれども、いわゆる骨格がない動きをするという特徴があります。リアルな描写もいいけれども、あくまでも漫画は読者の欲望を叶えるものであり、絵がうまいとか下手とか、絵の矛盾とかリアリティなんていうのは関係ないよという感じのことも言っております。おそらく手塚先生のリアリティというのは絵のリアリティというより、そのキャラクター自身が持つ生命のリアリティのことを指しています。これは後にアニメに没頭するんですけれども、手塚先生は動くアニメを見ると自らが生命を吹き込んだ感覚になることが楽しいと、言っていることから伺えます。ちなみに絵が下手でもいいと手塚先生は言っておりますが、手塚先生のデッサン半端じゃなくうまいですからね。もうこれ写真家っていうぐらいリアルなデッサンをしている人ですから、もうあのね、学生時代に描いた昆虫の標本なんてやばいですよ。本当に図鑑レベルですからね。本当ね、もう変態です。学生の頃から変態ですから。話を戻しますと、漫画を漫画たらしめた漫画表現こそが、誰にでも愛される普遍的なキャラクターの秘密であると言えるとともにですね、漫画でしか味わえない醍醐味というものを追求したからこそ、今のように漫画の描き方というものがいろんなものに派生していったということですね。ある意味で手塚先生の骨格を無視した技法、漫画的な表現方法があったからこそ日本の漫画の質が高くなっていったというわけですね。この功績というのはですね、あまり知られていませんが、めちゃくちゃ大きいんですよ。現にですね、手塚先生が憧れたディズニーというのはとても素晴らしい作家でしたが、ディズニーの母国アメリカでは日本ほど漫画という文化が育っていません。ですが日本でこれほどまでに漫画というカルチャーがここまで世界的に広まったというのは間違いなくこの手塚治虫がいたからだと断言できますね。そして漫画をさらに文化的に高めた理由の一つとして、物語の面白さというのがあります。これまでおとぎ話や偶話といったものが主流だった時代に、創造性豊かな SF であったり、教養性の高いドラマ性であったりですね、子供だけでなく大人をも魅了するストーリーを手塚先生は織り込んでいきます。教育者や知識人に批判されながらも、現実の残酷さ、人間の愚かさ、醜さ、時にはエロスをも描きですね、漫画という枠を次々と打ち破り、漫画表現の可能性に常にチャレンジしていきます。このジャングル大帝もですね、人間の愚かさ、身勝手さを描いております。動物たちを殺す残酷なシーンも描かれています。しかしそれこそが異文化との交流であったり、人間との共存、文明の衝突、自然への警告であったりですね、あとは
善と悪、人間と動物、戦争と平和、理想と現実のようなね、ことを描くことでこれまでになかったドラマ性というのを、漫画として描いているんですね。なんせ冒頭で王者が死んじゃいますからね。これはもうネタバレしますが、レオも死んでしまいます。主人公が死んじゃうんですよ。当時ですね、少年を対象とした漫画の中において悲劇を描くなんて考えられない展開ですからね。でもこれはですね、単なる主人公の成長ドラマということではなくですね、生きて死ぬ運命劇を描くことで次世代に生命を紡いでいくという運命のドラマを描いているわけですね。こんなのナンセンスだっていう批判も当時はありましたが、結果大衆が求めていたのは手塚治虫の出現だったわけです。漫画という文化が成熟していない時期にですね、このストーリーを描いていたというのはもうもはや脱帽です。今日のですね、日本漫画文化の発展の歴史は間違いなく手塚先生の功績が大きいです。漫画表現の可能性、漫画の在り方、これらの原点ともいえる作品こそがこのジャングル大帝であると、僕は思うわけであります。ちょっと興奮しすぎてですね、だんだんと難しくなってとっちらかってきた感があるんですけれども、まあこの後もね、山のように話したいことあるんですよ本当は。富田勲さんによるね、フルオーケストラサウンドであったりですね、この、ジャングル大帝のアニメのオープニングとですね、本編との違いですね。アニメの オープニングがもうめちゃくちゃすごいんですけれども、まあ、当時としてね、恐ろしく完成度の高いアニメオープニングだったということとかね、あとはこのレオはね、本当は黄色だったとかね、なぜこのジャングル大帝のレオとかパンジャがこう白いライオンになってしまったのかとかね、あとは、ライオンキングがね、このジャングル大帝をパクったと、なのになぜライオンキングの方の主人公は、白くなってないのかとかね、あとはこのジャングル大帝の本当のラストは手塚先生もわからなくなってしまったとかね、もう複数のラストが存在してしまってですね、もう幻の作品がたくさんあるとかね、あとはそうですね、最終回の原稿にはね、デビュー前のあの藤子不二雄先生が描いたページがあるんですね。これは手塚先生のこうアシスタントとして お手伝いに来てた時の回がジャングル大帝の最終回なんですけれども、まあそういうエピソードであったり、アニメ版は海外に売るようにストーリーをどこで切り取っても使えるように短編にしているとかですね、なるべく日本の文化をこう描かないようにしているとかね、まあいろんなこうまあもろもろネタがあるんですよ。もうほんとね、これはネタがつきません。最後に単行本の紹介だけしておきますね。ジャングル大帝は複数の出版社から出ており、かなり修正も入っている作品となっております。一番読みやすいのはですね、手塚先生本人が修正された講談社発行の手塚治虫全集版全3巻ですね。すでに初版の面影がないぐらい修正が入っておりますが、今ならこちらがベストだと思います。どうしても70年前当時のね、初版を読みたいという方には公文社発行の復刻版があります。こちらは未復刻だった超レアバージョンの1958年から59年のハードカバー版の全4巻となっております。独自のカラーページも完全再現された一品です。作者書き下ろしのですね、カバー、表紙、見返し、総扉などに加えですね、先生自身の貴重なエッセイや、奥付けなども復刻されております。昭和30年代の書物ならではの再現は一見の価値ありです。そして漫画少年版のジャングル大帝普及版ですね、初版を読むことができなかったあのジャングル大帝をですね、発表当時のカラーも含めて忠実に再現し話題を呼んだ豪華限定版というのがあるんですけれども、好評につきですね、ちょっと高くて手が出なかったところも考慮して、その廉価版というのが1巻2巻に分けて刊行されたものになっております。漫画少年ですね、1950年から54年までに連載されたオリジナル作品の完全復刻ものです。発表当時のですね、構成、カラー、手書き、セリフの文字などね、全て豪華限定版と同じ仕様になっているという、
もうオリジナルに忠実に再現されている廉価版ですね、これは非常におすすめとなっております。とにかくこのジャングル大帝はですね、もうなんとか版がものすごく多い作品なんですけれども、どれでもいいのでぜひ一度手に取って伝説の作品に触れてみてください。そして今回ご紹介した作品につきましては概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味がある方はぜひ覗いてみてください。というわけで今回はジャングル大帝の凄さ後編ということでお届けいたしました。ぜひ今回の動画の感想をお寄せください。今後の動画作成の参考とさせていただきます。まだまだ手塚治虫関連情報を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。